ご機嫌いかがですか。安田郁夫です。今日のソロピアノはですね、山玉という、これはですね、奈良県の真ん中辺に、葛城という地方があるんですね。その葛城に、お年玉の、総本山っていうか、お年玉ってもともと年神様に捧げるお餅のことを年玉って言ったんです。そのお餅をまあ下がってきて、みんなでワケワケしたのが、お年玉がいつの間にかの子供に必ずお金をあげなきゃいけない習慣になっちゃったんですが、その年神様を祀ってる総本山が、その奈良県の葛城の、水戸市神社という、そこが、小さい神社なんですけど、総本山なんですね。そこに捧げる曲を、頼まれたというか、まあ、できてしまって、捧げたんですけども、山玉という水戸市神社に捧げる曲をお聴きくださいませ。